わしの名前は常吉。生まれは江戸時代末期、東北のとある寒村で育ち、今年で70歳になるじいさんだ。わしの脳裏にはこびりついて離れない光景がある。それは10歳の頃。おっと祖父が生きたまま焼かれる姿を目にしたのだ。大人になったわしは隣村から女房をもらい、ほら竹とんぼだぞ。うわ父ちゃんすごい、うわ本物。息子の又八も生まれ、一家の大黒柱となった。虫も殺せない大泣き虫の又八だったが、又八もう泣くな、父ちゃんが明日竹とんぼの作り方教えてやっからな。うん、ありがとう父ちゃん。まっすぐ優しく育ってくれた息子に将来の不安などあるはずがない。やがて又八も大きくなり、嫁を目取って子供をこさえた。じいじ遊ぼう。ああよしよし、わしは息子夫婦と孫たちに囲まれて幸せだった。しばらくして女房が亡くなった。はあ、骨が折れるな。親父、少し休めよ。その頃になると、わしの足腰も随分と弱っていた。ある年、この地域では激しい日照りが続き、今年は実りが悪いな。農作物が全く取れなくなった。村中の農家はもちろん、山を越えた隣の村まで行っても、やっとこれだけ分けてもらえたよ。これじゃとても足りないわ。ろくに食べ物がない状況だった。孫たちは空腹に耐えかねて泣きじゃくり。もっと食べたいよ。ごめんな、我慢してくれ。息子夫婦も日に日にやつれていった。おい何してる。お前それ土じゃねえか。ごめんな。もはや限界はすぐそこまで迫っていた。そして、じゃあ裏の畑に行ってくるよ。当てさえなくて悪いな。わしが生きていても家族に負担をかけるだけだ。決断の時が来た。日本の寒村では昔から飢饉や不作が起きると。ごめんなおか。少しでも食料を節約するため、働けない老人を山へ連れて行き捨てることがある。これがいわゆる奪捨て山の風習だ。わしもそろそろかの。しかしこの村にはそれよりもさらに残酷な風習が伝わっていた。老人を山に捨てるのではなく、生きたまま焼くのだ。わしが子供の頃に見たあの壮絶な光景もこの風習によるものだった。まだあじ、大事な話がある。親父どうしたんだ。わしを燃やしてくれないか。ね、わしは死期が近いように装い、わしはもう長くない。それならいっそ食いぶちを減らすために燃やしてくれ。自分を燃やすように言った。実際に死期が迫っているわけではないが。そんなことできないよ。これも全て家族の足手まといにならないためだった。わしは息子や孫の世代の生活を守るために、この村では昔からこうしてきたんだ。孫たちに腹いっぱい食わせるためじゃよ。自分から三途の川を渡る決心をした。そして儀式の当日、二人ともよく顔を見せておくれ。じいじどうして泣いてるの。わしは孫たちの顔を目に焼き付けた。お前たちは向こうに行ってなさい。じいじは。じいじは忙しいの。さあ行きましょう。本当にいいのか。もちろんじゃ。わしは燃えやすい草木や薪の上に座り、全身に油をかけられ、俺たちのためにすまない。子供にも孫にも恵まれ、幸せな人生だった。息子の投げ入れた火種によって火をつけられた。火はあっという間に全身に広がり、父ちゃん。わしは燃え上がる豪華に包み込まれた。猛烈な熱さと全身を刀で刺されたような痛みがまといついてくる。しかし息子を心配させぬよう必死で声を押し殺した。炎は延々と燃え盛り、やがてわしは黒焦げになって天に帰った。父ちゃん。火が消えてからも息子は焼け跡の前でいつまでも泣いていた。あ、今
腹いっぱい食べるんだぞ。あれ、ジジは？ジジは遠いところに出かけたんだ。本当は孫たちの成長をこの目で見届けたかった。おっと、それ何？竹とんぼだよ。竹とんぼ？それ。だが時代がそれを許さなかった。わあ、飛んだ！愛する家族と天寿を全うするまで過ごせる、そんな世の中が訪れることを願っている。